一日に公開されたクレヨンしんちゃんの劇場映画シリーズ12作目。上映時間は96分。興行収入は約12.8億円。キャッチコピーはしんちゃんカムバック。風刺やパロディが多いシリーズの中で初めて西部劇を扱った作品。ギャグの比率が多くコメディ色が強かった前作から一転しており、 物語はシリアスも盛り込んだ内容となっており、劇中のシーンも重い描写が目立つ。今作はシリーズ初のカスカベ防衛隊がメインの作品となっており、今までの劇場版で多く見られた野原一家の家族の団結よりもカスカベ防衛隊の5人の友情の団結にスポットを当てて作られている。また、今作では映画の世界を舞台にする関係上、 野原一家とかスカベ防衛隊以外のレギュラーキャラクターは全く登場しない。白も野原家で留守番していたためで番は金賞で本作のストーリーには関与していない。クレヨンしんちゃんの映画では珍しく、新之助の本気の恋を描いた切ないラブストーリーにもなっている。主題歌を担当しているノープランは本編にもわずかながら出演している。また、 主要人物の一人であるマイクのモデルは映画評論家のマイク、水野こと水野春夫であるが本人に無許可であったため水野春夫事務所が配給元の投票に問い合わせたという陳事も起こった。この映画を監督した水島務本人に水野が電話をかけ事実関係を確認したが水野は好意的でありシベリア朝特急後の試者会にも招待されたほどである。 オープニングでは、オラは、人気者が9年ぶりに使用されたが、2021年現在、劇場版において、上映当時の TV 版と異なるオープニングが、使用されたのは、これが唯一である。テレビ朝日開局45周年記念作品。ある日、高鬼をしていた春日部防衛隊の5人は、街中を駆け回っているうち、一軒の古びた、ハ廃映画館。 カスカベを見つける。誰もいないはずの劇場では、ひたすら荒野が映し出されているだけの映画が、一人でに、ひたすら無音で上映されていた。それを見つめるカスカベ防衛隊。だが、トイレに立った新之助が、劇場に戻ると、風間たちはどこかに姿を消してしまっていた。夜になったが、新之助以外の4人は、未だに、それぞれの家に帰っていない様子。 行方不明になったみんなを心配した野原一家は、新之助先導の下を再びカスカベザを訪れるが、またも流れていた荒野の映像に目を奪われているうちに、気がつけば映画と同じ何もない荒野に立っていた。突然の状況に困惑する野原和也だったが、仕方なく荒野を歩きながら他の人間を探し始める。歩き始めてから数時間後、 ようやく荒野を走る一本の線路を見つけることができた四人は、その線路に沿って進んでいき、そこで、西部劇に出てくるような、古びた街を発見する。カスカベへの帰り道を聞くため坂田に入る野原、一家だが、そこで人相の悪い連中に因縁をつけられ、乱闘騒ぎになってしまう。ほどなくして、保安隊が静止に現れるが、その隊長は、 行方不明となっていた風間であった。保安隊の保安官として仕事をしていたらしい風間に、いつも通り親しげに話しかける新之助だったが、いきなり腹を殴られてしまう。風間は、新之助たちのことを全く覚えておらず、性格も粗暴になっていた。風間の指示により、保安隊から追われる身となってしまった、新之助たちは、逃亡の途中、 この町、ジャスティスシティの知事であるジャスティスに仕えている、椿という少女に救われる。椿も、この場所が何なのかはわからないが、この世界に来た人間は、次第に、元の世界にいた記憶を忘れていくという事実と、帰りたいという気持ちが強いのなら、その気持ちを忘れずに持ち続けてくださいという助言を、野原一家に伝え、ジャスティスの元に戻る。椿が去った後、 保安隊に暴行を受けている男性を目撃した野原一家は保安隊の目を盗んでその男性を解放、事情説明を求める。マイクと名乗ったその男は野原一家と同じでカスカベの元住人らしく、どうやらここは映画の中の世界らしいということとこの世界は時間が止まっているらしいということを野原一家に教えてくれた。マイクは荒野に3カ所あるという、 ジャスティス指定の立ち入り禁止区域に何か元の世界に帰るための手がかりがあるのではないかと思い侵入したが何も見つからなかった上に保安隊に見つかり厳しい体罰を受けたという。しかもマイクは椿の言う通り自分の職業や家族のことを忘却していた。そんなマイクを見た野原一家もまた自分たちもいずれはそうなるかもしれないと危惧する。 新之助は、ジャスティスシティにて、行方不明だったマサオとネネを発見するが、夫婦となって暮らしていた二人は、風間同様、新之助やカスカベに関する記憶を失っており、その上、今の状況に満足しているからと、カスカベへの帰還を拒否する。町外れで歓挙していた坊ちゃんだけは、未だに、新之助やカスカベのことを覚えており、新之助と共に、 全員で無事にカスカベに帰還することを誓ってくれたのだが、しかし、そんな新之助と、坊ちゃんにもまた、少しずつ、忘客の波が迫りつつあった。結局、カスカベに帰る方法は見つからず死案に尽きる、野原一家。それでもどうにか、カスカベにいた頃の記憶を維持しつつ、元の世界に帰る方法を見つけようと決意する。しかし、 日が経つにつれ記憶は徐々に薄れていき、ヒロシはマイクと共に強制労働を強いられ、ミサイはこの世界の生活に馴染んでしまい帰ることを諦め、ひまわりは、シンノスケのことを忘れ、さらにシンノスケも、ブリブリザイモンの絵が描けなくなってしまっていた。しかしそんなある日、シンノスケたちは、とうとうカスカベに帰る方法を思いつく。それは、この世界における悪役。 ジャスティス知事を倒し、この世界に平和を取り戻して、映画をハッピーエンドにするというものだった。そのためのヒーローとして選出されたのは、新之助たちかすベ防衛隊の5人。しかし、完全に記憶が戻っていないかすベ防衛隊の、心は、バラバラだった。しかし、引き殺されそうになった風間を新之助が助け、そこに、他の3人も駆けつけたことで心がまとまり、 風間が保安官としての座を切り捨てられたこともあり、ジャスティスを倒すことに。ありがとうございます。